ルーク・グレガーソンは、アメリカ合衆国入りの異ッ国軍、パークリッジ出身のプロ野球選手。右と左ひだ現在は、フリーエージェント。2006年の MLB ドラフトで、セントルイス・カージナルスから28巡目指名され、プロ入り。2009年の開幕前にトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。4月6日のロサンゼルス・ドジャース戦で3番手として、登板し、 メジャーデビューを果たした。2010年は、セットアッパーのマイク・アダムス、クローザーのヒースベルへのつなぎとして、歴代最高の40ホールドを記録した。2011年のアダム推跡後は、セットアッパーとなった。クローザーの離脱時は代役を務めることもあった。2013年は、シーズン開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックの アメリカ合衆国代表に選出された。2013年12月3日に、セス・スミスとのトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。2014年1月17日に、アスレチックスと506万5000ドルの1年契約に合意した。この年は72試合に登板し、3勝3敗1、セーブ22ホールド、防御率は自己ベストの2.12を記録した。 9月30日、カンザスシティロイヤルズとのワイルドカードゲームで、ポストシーズン初登板を果たした。スコア7から4で迎えた8回裏、1アウト、ランナー1、2塁の場面で、先発のジョン・レスターのマウンドを引き継いだが、1アンダー、1死球、1冒頭で、ランナー2人を本塁に返してしまい、チームは延長戦の末に敗れた。オフに、FA となった。 2014年12月12日にヒューストンアストロズと総額1850万ドル出来高の3年契約を結んだ。2015年は抑えで起用され64試合に投げて通算500登板にあと1試合取り位置をかけた。防御率は5年ぶりに3.00を超えて3.10だったが7勝3敗と大きく勝ち越してアリーグ10位の31セーブを記録した。 また、自己ベストの予し休率をマークしたほか、ホイップを5年ぶりに1.00未満にまとめ上げるなど、投球内容は安定していた。10月6日のニューヨークヤンキースとのワイルドカードゲームで登板し、1回無失点、無安打、2奪三振に抑えて、ポストシーズンでの初セーブを上げ、ディビジョンシリーズ進出に貢献した。2016年シーズン1試合目の登板で、 通算500試合登板を達成。メジャーデビューから8年連続54試合以上となる59試合に登板したが、それでもキャリア最小だった。防御率3.284勝3敗15、セーブホイップ0.97という成績を残したが、防御率はキャリアで一番高い数値だった。ただ、三振を奪う力が復活し、 6シーズンぶりの10.0超となる脱三審率10.5をマークした。またこのシーズンは対右ヒオプスが440だったのに対し対左ヒオプスは746と左打者に通打されることが多かった。オフの12月28日に第4回 WBC のアメリカ合衆国代表への参加の意思を表明した。2017年は シーズン開幕前の2月9日に第4回、WBC のアメリカ合衆国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。主に抑えを務め、4試合で4イニングを無失点、3セーブを記録した。チームも3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。シーズンでは、チームトップとなる65試合に登板したものの、 基本類がが初めて10を超えるなど安定感を欠いた場面が多く防御率4.57ホイップ1.34と成績を大きく落とした一方脱三振率は2年続けて10.0超と高水準を維持したオフの11月2日に FA となった2017年12月14日にカージナルスと2年総額1100万ドルで契約を結んだ 契約には3年目の2020年に600万ドルの条件付き自動行使オプションが含まれている。2019年5月17日にーフとなり、20日に自由契約となった。81から85マイルパーアワーのスライダーが全等級の約半数を占め、88から91マイルパーアワーのシンカーが約4割を占める。フォーシームとチェンジアップも投げるが、 頻度は低い。グラウンドボールピッチャーであり、特に2015年以降のゴロ率は約60%となっている。ありがとうございます。